結成20周年を迎えたプロフィトロール吹奏楽団の第10回ウィンターコンサートは12月9日、市男女共同参画センターで開かれ、100人の聴衆が熱のこもった演奏を楽しみました。2003年に宇部市や山陽小野田市、美祢市の会社員、公務員、主婦らで結成し、宇部市を拠点に活動しています。現在の団員は24人、三女出演を含めて29人が全13曲を披露しました。一部はコンサートマーチ、テイクオフで幕開け、ビゼー作曲のカネキ、カルメン、組曲よりアラゴネーズ、闘牛士の歌、ジプシーの踊りなど6曲を演奏しました。2部は映画やテレビドラマのテーマ曲集、お揃いのピンク色のポロシャツに着替えた団員が、スター・ウォーズ、帝国のマーチを演奏する中、林哲也団長扮する、ダース・ベイダーが登場して指揮、ミッキーマウスがクラリネットを吹き、銀河鉄道999のメーテルがティンパニーを叩くなど、趣向を凝らした演出に子供も大人も大喜び、ジャンボリー・ミッキーを演奏すると、子供たちは前に出て踊っていました。